アメリカ合衆国のデュオ歌手デラニー、ブラムレットとボニー・ブラムレットの夫婦により結成されたエリック・クラプトンとの共演等で知られる。いくつかの作品では大編成のバックバンドを従えてデラニーボニーフレンズという名義となっている。デラニーと表記されるが実際の発音はディレイニーの方が近い。1939年に ミシシッピ州ポントトクで生まれたベラニー・ブラムレットは1959年にロサンゼルスに渡り、その後テレビ番組シンディグのハウスバンドであったザシンドッグズというバンドで活動。一方、1944年にイリノイ州アルトンで生まれたボニー・イリン・オファレルはイーストセントルイスで育った後、1960年代にはメンフィスに移り、 様々な歌手のバックコーラスを経て、アイクディナターナー専属のボーカルグループ、アイケッツに初の白人メンバーとして加入した。1967年、二人はロサンゼルスで出会い、ほどなく結婚。そして、デラニーボニーも結成された。デラニーボニーは、1968年にスタックスレコードとの契約を得る。そして、 ブッカー・ティーアンドザ・エム・ジーズやアイザック・ヘイズのサポートを得てレコーディングを行うがその時の音源は一度おくらい離となりデュオが名声を得た後にホームというアルバムとしてリリースされた二人はメンフィスで知り合ったボビー・ウィットロックを連れてロサンゼルスに戻りエレクトラレコードと契約して1969年春にはアルバムオリジナル・ベラニーボニーで メジャーデビューを果たす。なお、当時ジョージ・ハリスンがデラニーボニーをアップルレコードに勧誘し、同社からオリジナルデラニーボニーをリリースしようとしたが、実現せず、同アルバムのために用意されていたカタログ番号、作家7は欠番となった。1969年、デラニーボニーはブラインドフェイスのアメリカツアーのオープニングアクトを担当。 当時ブラインドフェイスで活動していたエリック・クラプトンは、二人と親交を深め、バンド解散後、ジェリー・マギーの後任として、デラニーボニーのサポートギタリストとなった。デュオは、アトコレコードに移籍し、12月には、デラニーとエリックが共作した楽曲、カミン・ホームがシングルとしてリリースされた。同作はイギリスでもリリースされ、 全英16位というヒットを記録した。シングル B 面に収録されたグルーピーはボニーとレオン・ラッセルとの共作で後にスーパースターと解体されて1971年にはカーペンターズによるカバーが世界的に大ヒットした。また1969年末のイギリスツアーはエリック、ボビー・ウィットロック、カール・レードル、ジム・ゴードン、デイブ・メイソン、 ボビー・キーズ、リタ・クー・リッジ等も加わった大所帯で行われた。その模様は、1970年3月に、ライブアルバム、オン・ツアー・ウィズ、エリック・クラプトンとして発売され、全米29位、全英39位のヒット作となった。エリックは、その後、このツアーで共演した、ミュージシャン3人と共にデレックザ・ドミノスを結成。二人は、その後、 デュアン・オールマンと交流を深め、デラニーよりボニーへ、モーテルショットを発表。後者は、アンプラグドの色が強い作風で、デュアンに加えて、ジョー・コッカーや、グラム・パーソンズも参加。また、映画、バニッシング・ポイントにも出演した。その後、コロンビアレコードに移籍して、ディービート・ゲザーを発表した。しかし、同作を最後に、デュオは解散し、 二人は離婚する。その後ともにソロアーティストとしての道を歩むが、ボニーは1987年より、ボニー・シェリダン名義で女優に転校。2002年に、約四半世紀ぶりのアルバム、アイム、スティル・ザ・セームで、シンガーとして、カムバックを果たした。一方、デラニーは1972年に、サムシング・スカミングで、ソロデビュー後、 1970年代に計4枚のアルバムを発表した。1980年代以降はしばらく作品は途絶えるものの、2000年にサウンズフロムホームでカムバック。2007年には、ア・ニューカインド・オブ・ブルースをリリースし、存在感を示した。しかしながら、2008年12月27日、デラニーは胆嚢手術後の合併症により、 ロサンゼルスで死去した。夫妻の娘、ベッカ・ブラムレットは歌手になり、フリートウッド・マックのアルバム、タイムに参加するなどの活躍をしている。ありがとうございます。